今日は韓国のネットで発見したこのプルタックアーモンドとプルタックオジンを食べてみたいと思います。これ韓国では有名なプルタックポックンミョン、激辛の焼きそばのね、チョコアーモンドとスルメイカかな、イカバージョンです。やっぱりね、どんどん出ますね、こういうやつ。プルタックポックンミョンシリーズって人気高いですよね。日本人には激辛かもしれないですけど、でも意外とこうやってお菓子系になるとね、食べれたりするんですよ。じゃあまずこのプルタックアーモンドから食べてみます。チョコアーモンドですね。なんか赤いな。赤いっていうかチョコが薄いだけなのかな。こんな感じですね。赤くはないか。なんか周りのチョココーティングが少なくって下のアーモンドが見えてますね。じゃあ食べてみます。あー、わかった。あ、後から辛い。あ、でも待って、これ美味しいかも。でね、これ私辛いな。これ私パッケージ見て勘違いしてた。これチョコかと思った。違う。だってよく考えればプルタックチョコアーモンドじゃないもん。プルタックアーモンドだもん。これ中見てもわかる通り、チョコでコーティングしてるんじゃなくて、アーモンドをプルタックの赤いソースでコーティングしてるんだ。だからここ見た時にちょっと茶色く見えたんだ。辛さね、後からワッときますけど、でも全然食べれるぐらいの辛さですね、私は。じゃあ次にこのプルタックオジンを、イカのスルメみたいなののプルタック味ですね。もうすでにこう赤くなってますね。ほら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 、めっちゃ赤い。いただきます。ん？普通のスルメかな。あれ、これあんまり辛くないよ。なんでだろう。あ、なんかちょっとピリピリする感じはあるけど、でも全然プルタックってつくほど辛くないです。まあ、若干ね、ちょっと辛い味するかなぐらいのスルメですね。ピーッとしたスルメ。あ、でもこれ結構面白いですよね、商品的には。あの有名なプルタックポックンミョンシリーズなんで、よかったらね、お土産に見つけた方は買って帰ってみてください。以上、プルタックポックンミョンのおやつシリーズでした。